はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も、オクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は序盤に取れる、かなり強い盾。これを紹介したいと思います。防御力、結構重要ですよね。この盾、特殊能力もついてて、すごく使いやすいので、ぜひ序盤に取ってほしいです。では、まず、スタート地点、ここです。フレイムチャーチですね。フレイムチャーチからスタートしていきます。では、行きましょう。あ、そうだ。サポートアビリティのこの2つは覚えておいてください。ほぼ必須ですね。エンカウント半減、そして逃げる成功率アップ。この2つ、準備してください。まあ、レベル15ぐらいになると覚えますので、まあ、それを持ってスタートしてください。敵が出にくくなって出たとしても逃げやすくなりますのでいいですね。では、街を出ましたら道沿いに降りていきます。そしてずっと右ですね。ずっと右に行きましょう。で、敵が出てきましたら、逃げてください。逃げる成功率アップがついてると大体逃げれます。まあ、逃げれない時もあるんだけどね。で、ここに行きますと、国境の大滝、ここに到着します。ここは、上の橋を通って、まっすぐ進んでください。で、セーブポイント、あります。セーブは必ずしていってくださいね。もしもやられたとしても、こっからスタートになりますので、必ず、このセーブポイントでセーブしておいてください。で、橋を渡りまして、上ですね。こっちに行きましょう。で、ここに着きました。で、次、右に行きまして、下です。この橋を下へ渡ってください。で、あとはもう道沿いですね。そのまま、下へ進んでいきます。多分、敵とも、何度かエンカウントすると思うんですけども、まあ、確実に逃げてください。で、ここから西メリーヒルズ山道、危険度レベル45です。ここの敵は、そうだね、2発ぐらい食らえばレベル15だったらやられます。なので、まあ、うまいことエンカウントしなかったらいいんですけども、まあ、したら逃げましょう。まあ、何度かやられるかもしれないんですけども、セーブポイントからスタートできますので、それで挑戦してください。で、ここです。これ、目的のアイテムはここにあります。ここだね。西メリーヒルズ山道のここです。取ります。太陽門の盾です。盾はね、結構重要ですよね。防御力がかなり上がりますね。で、この太陽門の盾、防御力が91ずつ上がります。序盤ではかなり強いと思いますね。で、さらに追加効果で、行動の後に HP が回復する。この回復するっていうのが、ものすごく使えます。まあ、序盤から、まあ、終盤まで、これは使っていけますので、ぜひ取ってください。で、これを取りましたら、ファストトラベルで戻ってもいいですし、まあ、自信がある方は、この先に町がありますので、その町まで、行ってもいいと思います。意外と近いです。ここまで来たら、もうこの上ですね。町はこの上、メリーヒルズですけども、まあ、一応俺はファストトラベルで戻ることをおすすめします。はい。ということで、メリーヒルズに着きました。ここの人たちもね、いいアイテム持ってたりしますので、まあ、盗めるなら盗んで、行ってください。強奪はちょっとね、レベルが高いから難しいかもしんないんですけども、まあまあ、うまいことやってみてください。ということで、今日は、装備品のこれ、太陽門の盾。入手しました。序盤から取ることができますので、ぜひ取ってみてください。
はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。